ジョン・アンドルース・モールズは、アメリカ合衆国ミシガン州ウォーレン出身の、元プロ野球選手、右投げ右打ち。アメリカ野球殿堂入りしたかつての名に類種、チャーリー・ゲイリンジャーは、おじにあたる。1985年の MLB ドラフトで、デトロイト・タイガースから22巡目に指名を受け入団。1987年8月12日に、 ドイル・アレクサンダーとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍。1988年7月23日にメジャーデビュー。1年目は2勝7敗、防御率5.48だった。2年目の1989年にメジャーに定着し、ハンク・アーロン、エディマ・シューズらに次いで球団史上3番目の若さで、投手としては球団史上最年少でオールスターゲームに選出された。 12勝を挙げ、防御率2.94は、球団史上、フィルニークロが1978年に2.88を記録して、以来の低さだった。1991年は6月6日まで2勝11敗、防御率5.16と不調だったが、その後は12勝2敗、防御率2.62と持ち直し、シーズン通算で14勝13敗、防御率3.80を記録し、 チームの9年ぶりの地区優勝に貢献。ピッツバーグパイレーツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは3勝3敗で、迎えた第7戦に先発、6アンダカンプ優勝利を挙げて、アトランタイ後初となるリーグ優勝を果たした。ミネソタツインズとの全年地区再開チーム同士のワールドシリーズでは第4戦と第7戦に先発、ともに、 少年時代の憧れの投手だったジャック・モリスと投げ合い、計14.1回を投げ防御率1.26と高騰したが、チームは3勝4敗で敗退。1992年は5月24日のモントリオールエクスポズ戦で15三振を奪い、ウォーレン・スパーンが1960年にマークした1試合、脱三振球団記録に並んだ。 また7月5日から7月22日にかけてこの年のリーグ最長となる29回連続無失点をマークしている。15勝リーグ1位の215奪三振を記録し、チームも2年連続で地区優勝を果たす。前年に続きパイレーツとの対戦となったリーグチャンピオンシップシリーズでは2勝を挙げて2年連続のリーグ優勝に貢献し、シリーズの MVP を受賞した。 トロントブルージーズとのワールドシリーズ第5戦で、シリーズ初勝利を記録したが、チームは2勝4敗で敗退。1993年は2年連続の15勝、200奪三振を記録した。同年グレッグ・マダックスが加入し、トム・グラビン22勝、マダックス20勝、スティーブ・エイベリーが18勝を記録し、20世紀の球団史上初の15勝カルテットを形成し、 球団史上最多の104勝で3年連続の地区優勝。フィラデルフィア・フィリーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは第4戦に先発し6.21回で10奪三振を記録したが敗戦投手となりチームも2勝4敗で敗退し3年連続のワールドシリーズ進出はならなかった。1994年は6勝10敗と不本意な成績に終わり、 9月4日に右ひじを手術した。1994年から1995年の MLB ストライキ明けの1995年に復活を果たし、12勝7敗、のも秀夫に次ぐ、リーグ2位の193奪三振を記録。奪三振率は9を上回り、球団史上初の快挙となった。チームは2位に21ゲームの大差をつけて、地区優勝し、 同年から導入されたディビジョンシリーズリーグチャンピオンシップシリーズも圧倒的な強さで勝ち進み3年ぶりのワールドシリーズ2コマを進めた。レギュラーシーズンで100勝2位に30ゲーム差をつけたクリーブランドインディアンズとの対戦となったワールドシリーズでは第3戦に先発したが2.1回を投げ4失点で降板。当番はこの1試合のみに終わり 活躍はできなかったが、チームは4勝2敗でインディアンズを破り、38年ぶり、アトランタイ展後初のシリーズ制覇を果たした。1996年は、自己最高のシーズンとなった。初登板となった4月3日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、敗戦投手となったが、その後は6月19日にかけて、球団新記録となる14連勝を達成。その間、 4月5月の2ヶ月連続で、ピッチャーオブザマンスを受賞している。最終的に、リーグ最多の24勝276奪三振を記録し、サイヤング賞を初受賞した。1997年は15勝12敗、241奪三振、シルバースラッガー賞を初めて受賞した。1998年は2回の故障者リスト入りを経験したが、 7月と9月は4勝0敗をマークした。17勝3敗で勝率がリーグ1位、1995年マダックスの905に次ぐ球団史上2位の850。肘を痛めトミー・ジョン手術を受けたため2000年は全球。2001年5月17日にメジャー復帰を果たし、6月22日からリリーフに転校した。 36試合に登板始終セーブを記録した。2002年にクローザーとして復活。6月3日から7月30日にかけて、球団新記録となる25連続セーブ成功を記録し、最終的に55セーブを記録し、1993年のランディ・マイヤーズと1998年のトレバー・ホフマンが記録したナショナルリーグシーズン最多セーブ53を更新。 デニス・エカーズリーに次ぐ、史上二人目となるシーズン二十勝、五十セーブを達成した。二千三年はリーグ二位の四十五セーブを記録し、二千二年八月八日から二千三年五月二日に、かけて二十七連続セーブ成功を記録し、自身の球団記録を更新。二千四年はリーグ四位の四十四セーブを記録し、八月十九日のロサンゼルス・ドジャース戦で、 ジーン・ガーバーの持つ通算西部球団記録141を更新。投球するスモルツ・シカゴ・カブスとのディビジョンシリーズ終了後、僕の夢は先発のマウンドに立ってマーク・プライアーと投げ合うことだと発言していたスモルツは2005年から先発に再転向また、球団とは2006年までの2年総額2000万ドルの契約に合意。2006年には リーグ最多の35試合に先発登板し、シーズン最終日の登板で16勝目を挙げ1996年、以来2回目の最多勝ちを獲得。不振に陥ったチームのエースとして、存在感を発揮。シーズン途中の9月22日には、ジョン・シャーホルツ GM が、投球だけではなく、リーダーシップも発揮してくれる。 オプションの行使に疑問を持ったことは一度もないと2007年のオプションを行使した。2007年4月26日に球団と2008年は1400万ドル、2009年と2010年はオプションで契約延長した。5月24日のニューヨークメッツ戦で通算200勝を達成。メジャー史上初の200勝150セーブを挙げた投資となった。 7月3日から故障者リスト入りとなったが、最短の15日間で復帰。8月19日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では、シーズン最多の12奪三振を記録し、ニークロの2912三振の球団記録を更新。奪三振率8.62は2005年の先発転向後最高となった。2008年4月22日のワシントンナショナルズ戦でに、 史上16人目となる3000奪三振を達成した。予死休数が1000を超える前に達成したのは史上5人目である。しかし4月28日に右肩を故障し、故障者リスト入り。故障から復帰後は4年ぶりにリリーフへ再転向することとなった。6月2日に復帰したスモルツは4年ぶりのセーブ機会で登板したもののセーブに失敗。 その2日後に再び右肩痛のため故障者リストに入り、6月10日に手術。シーズンの残りを全休することとなり、この年は6試合の当番に終わった。レッドソックス在籍時シーズン終了後にフリーエージェントとなったスモルツは、2009年1月13日にボストンレッドソックスと年俸550万ドル、出来高500万ドルの1年契約を結び、 メジャーデビューから一筋でプレーしてきたブレーブスを離れることとなった。前年の方の手術のため故障者リストに入ったまま開幕を迎え、6月25日のナショナルズ戦でメジャー復帰。しかし2勝5敗、防御率8.53と結果を残せず、8月7日に戦力外となった8月17日、チームから正式に契約会場が発表された。 カージナルス在籍時8月19日にセントルイスカージナルスと契約合意に達した。移籍後初登板となった8月23日のサンディエゴパドレス戦で球団記録となる7連続奪三振を記録し、5回を無失点9奪三振で勝利投手となった。最終的に1勝3敗、防御率4.26の成績でシーズンを終えた。 スモリッツのブレーブス在籍時の背番号29アトランタブレーブスの永久欠番に2012年指定2010年以降は解説者に就任2012年4月フルスブレーブスはスモリッツの在籍時の背番号29を永久欠番に指定することを発表2015年最後の出場から5年以上経ったためアメリカ野球殿堂入りへの資格を得て 有資格1年目で82.9%の得票率で殿堂入りした。90マイルパーアワー代後半、チーム事情から抑えに回されていた時期には、最速102マイルパーアワーを記録した速球と、90マイルパーアワー前後の大きな曲がり幅を持つ、独特の縦のスライダー、スプリッター、カーブを持ち玉とし、さらに、ツーシームを好んで投げた。 特に縦のスライダーに関しては、メジャー史上最高級と称された超一級品。熱心に福祉活動に取り組んでいることでも有名。1992年から地元アトランタの食料、事情改善団体や難病に苦しむ子どもたちへの支援団体などに関わっている。1997年には、夫人と共に、ジョンダイアン・スモルツ基金を設立。 経験なキリスト教徒としても知られるが、2001年には宗派にとらわれない私立学校の共同設立者になるなど幅広い活動を行っている。これらの活動が評価され、2005年にはロベルト・クレメンテ賞を受賞した。2008年7月1日に発売された元同僚ポールバードの著書フリーバードの序文を書いている。ありがとうございます。